若い女性に人気の車ってご存知ですか？はい、こちらダイハツのタフトになります。ご紹介いたします。ポンちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。びっくりしたのが、すごいボンネットがもうめちゃくちゃ平たいんですよ。皆さん、この開放的軽自動車ですよ、この車。すごくないですか？今回はね、女性オーナーさんの方にお車の方をご紹介させていただきました。これはもう衝撃ですよね。見たことないですもん。確かに大体はまあ木目とか、なんかそういうシルバー系とかが多いですよね。確かにこれめちゃくちゃアクセントになってる。はい、それではですね、内装外装編に続いて今回は走行編の方をご紹介したいと思います。女性オーナーの方に運転していただきます。じゃあ失礼します。テンション高めですね。はい、はい、ちょっと待ってください。シートベルトをしますね。こちらシートベルトの警告がここにありますね。これ僕今まだ閉めてないんですけど、閉めたらよいしょ。あれ、これは後ろの席ですか？後ろじゃないのかな。前は運転席のメーターパネルの方。そう。なるほど。はい、すみません、何も知らなくて。こちらのお車の紹介なんですけども、こちらグレード G ターボで、エンジンスペックの方がですね、 600cc の直産のエンジンとターボになっております。最大出力は64馬力となっております。でね、ターボっていう感じなんでちょっと楽しみですね。はい、じゃあそれではお願いします。はい、はい、こちらストレート式ですね。はい、お願いします。はい、今走行しているんですけども、すごいね、やっぱりね、開放感がすごくあります。天井もやっぱりね、ちょっとスモークがかってるんですけども、すごく空が見えますね。はい、すごい綺麗ですね。こんな感じでね、窓ガラスもね結構大きいんですよ。でフロントは奥行きのある感じ、軽自動車に思えないような車となっております。この車っていうのはターボがついておりますので、そのまあ低速用と高速用で CVT がターボには搭載されておりまして、で、まあ、その加速を楽しむっていうので、この DCVT っていうのがこの車には搭載されております。ターボ車だけですかね、これは。低速と高速で違ったまた加速感があるよっていう感じですね。低速の時には伸びやすいような加速がやりやすくなっていたり、高速走行では加速が伸びるような CVT が発動してくれるといった感じになっております。運転はどうですか？しやすいとか、やっぱりその背が高い、やっぱ SUV っていう感じの高いからですか？はい、しやすい。前の車というのはラパンですかね。ダイハツ、ダイハツラパンですね。ダイハツじゃない、あ、スズキラパン。ごめんなさい、僕軽自動車は本当にあの勉強不足であんまり知らなくて、乗り心地、やっぱりあのシートが結構まあ固めな感じではあるんですけど、すごいショックがそんなにそれでも伝わらないですね。乗り心地多分めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。どうでしょう？めちゃくちゃいい。あ、やっぱめちゃくちゃいい。あ、でもレクサスの方がありがとうございます。まあ、でも僕もまあ軽自動車何回かそのまあ台車とかそういうので乗ったことあるんですけども、まあ、正直今まで乗ってきた軽自動車の中ではナンバーワンで、僕は乗り心地いいと思います。こちらの液晶パネルが9インチのディスプレイ、これはスマートフォンと連動っていう感じですかね。そうです。す
ごい便利ですよね。まあ結構今やっぱ何でもスマホっていう感じだと思いますんで、連動して使うっていう使い方に変わってきてますよね。ドライブレコーダーも入ってる。あ、これですか。押します。ごめんなさい、停止中。ドライブレコーダーもこのようにここで見れるといった感じで、はい、まあ、すごい使いやすいですね。タッチパネル式ですけども、めちゃめちゃ感度はいいんで使いやすい感じです。はい、仰天スタイル、やめてください。やめてください。両手で下で持つタイプ。ああ、両手で下でも慣れるタイプなんですね。なるほど。結構今若い女性の方でこのダイハツタフトっていうのがすごく人気があるそうです。やっぱりね、ここのスカイヒールトップだと思うんですけどね、これはね、本当乗っていただかないとわかんないかな。 GS のサンロフトはちょっと大きさも全然違いますので、まあ、開かないっていう、まあ、デメリットもありますけど、その分この大きさを確保してるっていうのはすごいです。これ閉じたらね、もう違うんですよね。ちょっとやっぱ薄暗い感じで、車内もちょっと暗い感じにはなっちゃいますね。これを開けましょう。はい、開けるとやっぱ違いますよね。やっぱこれですよね。これね、助手席乗っていても楽しめるんですよね。天井の景色っていうのも見れますので、すごい助手席の方でも楽しめる車となっております。もうね、こういったまあ軽自動車といったらば、まあ移動するためというか、まあ車にそこまでっていう感じの方が乗られるイメージあったんですけども、この車は全然遊べる車だと思います。はい、もう移動手段だけのものじゃないですね。車好きの女性って僕が知っている限りあんまりいないイメージがあったんですけども、まあ、こういったね、軽自動車でも女性が車を好きになるきっかけっていうのができますので、すごいいいことだと思います。僕のチャンネル登録してくれている方の 3-4% が女性の方で、まあ大体の方は男性の方が多いんですけども、女性でも車好きの方が増えていただけたら嬉しいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。走行編の方ご紹介しました。ここがもう本当に軽自動車に衝撃を覚えたのは初めてです。こんなにね、まあ、このスカイフィールトップっていうのが一番大きな目玉としてはあるんですけども、あと乗り心地の方ですね。しっかりした乗り心地で、またシートのね、コールド感もすごい心地よくて、でシートの沈み込みもすごく良かったです。でまたこういうね、オレンジのね、このパネルなんかもでもすごい遊び心を持ったような感じで、めちゃくちゃ面白い車でした。今回この車を撮影でお貸ししていただいた20代女性ポンちゃん、ありがとうございました。はい、はい、また何か気になる点などございましたらコメント欄の方で言っていただけますと、あの僕の方からポンちゃんの方に聞いて、でお答えいたします。こんな感じで今回の動画終わりにしたいと思います。こんな感じで、まあ、ちょっと初めてのレビューでしたので、まあ、どんな感じで喋ったらいいのかっていうのもちょっと考えながらの撮影でした。なかなかうまく説明できてない部分っていうのが多々あるかと思いますが、温かい目で見ていただければ嬉しいと思います。はい、本日の動画もし参考になったなと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。